今日は5月の28日あと10日ほどで、この小さな自然で、子どもたちと一緒に田植え体験をします。今日はその田んぼの白柿、田起こしてからもう一度桑で肥土を返して、砕いて、鳴らして、田植えがしやすいように、田んぼの仕上げをします。朝が早いので、また島の池の朝がちょうど今、咲き始めたところのようですよ。よいしょ。どうだ。今日も綺麗に咲いてます。はい、やっぱり6枚花弁もありますね。この通り毎朝開いて、まあ、夕方にはしぼんでしまう。これ一日花ですね。うん、でも綺麗でしょう。この通り、はい、メダカも泳いでますよ。メダカも助か、あ、小さいメダカおりますね。はい、あ、メダカがものすごく増えてます。よいしょ。はい、これが今日、5月の28日、田んぼ白柿の日の朝の様子です。まあ、周辺の里の新緑がいっぱい綺麗でしょう。